はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、僕のようなね、その発症に原因がわからないね、白血病とは別にですね、不摂生をしていればですね、さまざまなね、血液疾患をね、学ぶ可能性が高くなることが分かっています。そんな中でですね、今回はね、痛風と認知症の関係というね、何のね、共通でもなさそうなね、お話なんですけどもね、不摂生をしていればですね、痛風にならないというのはね、多くの方がね、知ってらっしゃいますと思いますけどもね、痛風にならないように節制を頑張りすぎたら認知症のリスクが高くなるんだよということをね、最近よく言われるようになったんですよ。節制をね、頑張ってたらね、いろんなことを気にしててね、生活をしていくので、その何ですか、脳でね、考えることがすごい多くなって認知症になんかならないのではとね、思うんですけどもね。でもそれはね、心やね、頭でね、思うことであってですね、人体ではそこまでそのようなことは起こってないようなんですよ。まずね、痛風というのはですね、ある日突然ね、その足の親指などがね、関節あるじゃないですか、足の関節とかね、そういったところがバッと腫れてね、激痛に襲われるという病気で、一般的にね、男性にね、我々みたいな男性に多いと言われている病気なんですよ。この症状はね、発作的にね、その起こることからね、痛風発作とね、呼ばれていてですね、発作が起こるとね、2、3日は歩けないというほどのね、痛みが続いてしまいます。で、痛風発作というのはですね、尿酸が体の中に溜まって、それが結晶になって激しい関節炎っていうのも伴う症状になって、初めて気づくことができるんです。医学の研究が進んでですね、そのいい薬もね、開発されていたためにですね、もう正しい治療を受ければね、全く健康なね、生活が送れるんですけどもね、放置するとですね、激しい関節の痛みをね、繰り返したりとかね、体のね、あちこちにですね、関節がくっついてしまうというね、結節というのがね、できたりとか、腎臓が悪くなったりするというね、重大な病気でもあります。痛風が起こる前にですね、血液の中のね、尿酸値っていうのがあるんですけどね、それが高い状態がね、長く続いて、この状態をですね、高尿酸値症と呼びます。それを放置するとですね、ある日突然にですね、足の親指の付け根などのね、関節が赤く腫れてきてね、でその痛みはね、もう激烈でね、耐え難いほどの痛みのようです。しかしね、発作的な症状なのでね、痛風発作と呼ばれてますけども、大抵の場合は、先ほども言いましたけど、2、3日は痛みが続くって言いましたけどね、これはね、1週間から10日経つとですね、次第にね、そうしばらくすると、その全く痛みが、症状がなくなります。だからもしね、その痛風発作がね、起こってもですね、炎症をね、抑える薬をね、服用するとですね、比較的早く治ることがね、多いんで、油断する人が多いんですよ。しかしね、その油断は禁物でね、多くの場合はですね、1年以内にね、また同じようなね、発作が起こってしまってね、それを繰り返しているうちにですね、足首や膝の関節まで腫れ始めてね、発作の間隔がね、次第にね、こうキュッと短くなっていくんですよ。この頃になるとですね、関節の痛みだけではなくてですね、関節の周りとかね、その体のどこかにね、先ほども言いましたけど、結節ができたりね、腎臓が悪くなったりとか、尿路結石ができたりするとも出てきたりですね、最終的にはね、重症の慢性痛風になる可能性も高いのでね、放置するのは危険です。またね、血清尿酸値っていうのが高い人はですね、心血管障害とかね、脳血管障害のね、可能性がね、他の人よりもね、高いことが分かっていてですね、これを防ぐためには尿酸値以外の動脈硬化のリスク因子もね、その注意する必要があります。このようにね、高いと良くないと思われている尿酸なんですけどね、実はね、低いと病気が増えるという報告もあります。一部のがんはですね、尿酸の低い人で、ね、多いというデータもあるんですよ。そしてその尿酸値が低いとですね、認知症のリスクが高くなるという問題なんですけどもね、血液の尿酸値と認知症との関係をね、調べた論文によりますとですね、これまでの報告をまとめてね、分析したメタ分析ではですね、尿酸が正常よりも低いとですね、アルツハイマー型認知症が多くなっていたということなんです。メタ分析とはですね、分析の分析という意味なんですけどもね、統計的に分析をなされたその複数のね、研究をね、こう収集して、いろんな角度からそれらをね、こう統合したりと
とかね、比較したりする分析研究法のことを言うんですよ。まあ、一つの研究ではですね、見失われていた小さな関係がですね、多くの研究をね、統合することでそれが明らかになったりとか、まあ、研究をこの相互にね、比較することでね、新たな視点が得られて、将来の研究の方向づけになりますのでね、まあ、この分析はよく活用されています。そしてそのね、メタ分析でね、詳しく分析したようですけどもね、その動脈硬化によって起こる血管性認知症ってあるんですよ。その血管性認知症にはですね、そういった関連はね、認められなかったとされています。まあそのね、原因はまだ不明なんですけどもね、尿酸っていうのはね、体のね、酸化を防ぐね、抗酸化物質でもありますのでね、それらが脳にはいい影響を与えているというのではないかという可能性も考えられるんです。まあ尿酸というのはね、低い数値もね、逆に気をつけた方がね、いいようですね。で、先ほど出てきましたね、血管認知症というのはですね、脳梗塞とかね、脳出血などによってですね、発症する認知症でしてね、脳の場所やね、障害の程度によってね、症状が異なってきます。そのためにですね、できることとできないことっていうのがね、まあ、比較的はっきりと分かれていることが多い上にですね、手足のね、麻痺などのね、その神経症状がね、起こることもあります。この場合はですね、原因としましてはね、脳の血管が詰まる脳梗塞や血管が破れる脳出血などのね、脳血管に障害が起きるとですね、その周り、脳のその、血管が破れたところとかのその周りの神経細胞がね、ダメージを受けてしまってね、まあ、その確認のためにですね、脳の画像を見るとね、もう障害の跡がね、バーってね、出てくるんですよ。まあ、そのアルツハイマー型認知症とはまた別なんですけどもね、この血管性認知症もね、まあ、初めにお話しした痛風もですね、この脳の血管が詰まることや、抗尿酸致症といったね、その血液疾患で起こります。まあ、そういったことはですね、不摂生が原因で起こりやすいと言われています。暴飲、暴食、肥満がね、主な原因とされていてですね、さらにね、病気が原因で飲んでるね、高圧利尿剤が原因となることもあります。そしてね、血清尿酸値の高い人はですね、痛風にかかる可能性がね、高いだけではなくですね、肥満、高脂血症、高血圧症、糖尿病などね、合併症が多くてですね、動脈硬化によってね、心血管障害とかね、脳血管障害などのね、誘発することもね、あることが分かっていますし、これらは全てね、血液疾患から起こることなんです。まあ、治療としてはですね、手術とかストレート剤を使ったりとかね、痛風ならば尿酸値を下げる薬も飲みはね、解決できるんでしょうけども、やはりね、不摂生をやめて節制するというね、その生活習慣、食生活の改善で予防していくことが大切です。まあ、これからね、こう3度目の、ね、緊急事態宣言が、ね、今始まっている中でですね、様々なストレスからね、不摂生が行われることは間違いないはずです。もうね、すでにお酒を出せないね、飲食店があるがためにですね、自らね、自分らでね、その買ってきたお酒をね、持って路上で酒盛りをしてしまっているのをね、僕ニュースで見ました。これってね、ストレスからの不摂生ですよね。まあ、このようなことをね、こう一人一人がそれぞれね、毎日のように続けるとは思いませんけども、もうすでにね、1年前から続いているね、緊急事態宣言生活でのね、様々なストレスからね、その、不摂生生活でね、その肉体をね、酷使して過ごしてきてますのでね、それならね、その、ちょっとのね、隙間時間でですね、軽く運動するなりね、まあ、徐々にそれを強度を上げていってね、まあ、TM レボリューションをね、西川貴教さんまでとは言いませんけどもね、血液循環を良くするためにね、体を強くすることをね、やってみていかがでしょうかね。まあ、そんな感じでね、ストレスからの不摂生で血液疾患を招くというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。